でも大きなの好き。お疲れ様でした。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございました。やっぱり造園っていう世界に興味を大学で学んでるうちに持ち始めまして、その中でやっぱり理想っていうものが膨らんでいきまして、そうで片付いてしまわない世界だからこそ、これからも挑んでいけるというか興味を持てるものであると改めて感じましたので、応援やりたいです。はい、まずはありがとうございました。ありがとうございました。